いきなりステーキは、ペッパーフードサービスの創業者、一ノ瀬邦夫が、2013年に、1号店を出店以降、わずか5年で、360店舗以上の出店に成功した、ステーキチェーン店だね。これが社長か、人が良さそうだな。この写真を見ると、そう思うかもしれないけど色々と問題となった人物なんだ。そうなのか？じゃあ、その辺も含めて今日も解説頼むぜ。わかったよ。一ノ瀬邦夫は、ステーキを低価格で提供する、という構想を抱いていて、坂本隆が経営する、俺のフレンチの、立ち食い業態に関心を持ち。坂本に自らの構想を語ったところ、あなたが俺のステーキをやってみたら？と勧められたことを機に。予約不要の立ち食いステーキ、いきなりステーキを、2013年12月5日に、東京の銀座に1号店をオープン。ステーキを立ち食いなんて斬新だな。そうね、立ち食いそばのイメージくらいしかないわ。銀座の1号店オープンから、約2年8ヶ月での100店舗達成は、スターバックス、マクドナルドを上回り、日本最速記録なんだ。マジか？そう聞くと、急展開で拡大したのがわかるな。成功の秘訣は、ビジネスモデルの非常識とも言える斬新さで、ステーキなのに立ち食い、飲食業界では異例の、原価率 60%。そして、メニューの少なさだね。いきなりステーキでは、オーダーを受けた後、グラム単位の量り売りで、客の目の前で肉をカットするんだけど、ステーキは厚切りでないと、美味しくないという、一ノ瀬社長のこだわりなんだ。確かに薄いよりは、厚い方がお得だし、うまそうに見えるもんな。カットした肉は炭火で焼き、5分程度でスピーディーに提供し、カウンターの立ち食い方式で、前菜なしでビールやワインと一緒に、分厚いステーキをいきなり味わうんだ。こうやってみると、異様だな。これまでにない強烈な体験と、ステーキの美味しさが評判となり、人気は口コミで一気に広まったんだ。これなら話題性もあって、口コミで広がりそうだ。メニューの少なさも、一ノ瀬社長曰く、ステーキ店に来るお客様は、ステーキを食べに来ます。ならば、自信のあるステーキが2、3品あればいい。いろんなメニューがある必要はないのですと、語っていたんだ。すごい強気だな。厚切りの本格ステーキ、低価格、気軽さの3点に徹底的にこだわることで、他店との差別化を図っていたんだ。ペッパーフードサービスでは、この独自のスタイルをステーキの提供システムとして、特許申請、2016年6月に取得、登録をした。特許まで取得するとは、徹底的だな。そして2014年から導入された、いきなりステーキの代名詞とも言えるポイントシステムがあるんだ。普通のポイントカードと違うのか？普通のポイントカードより、お得感が増してる感じかな。そうなのか、どんなシステムのカードなんだ？肉マイレージカードっていうのだけど、食べる分だけランクアップしていき、金券クーポンや無料ステーキ、ドリンクが毎回無料でもらえたりするんだ。さらに、チャージ機能もあるから、上手に使えばお得度は、計り知れないよ。名前もすごいけど、お得感もすごいんだな。簡単に説明すると、食べたお肉が、1g1肉マイレージとして、溜まっていくシステムなんだ。マイレージが一定のグラムまで溜まると、カードがランクアップして、4段階までランクアップできるんだ。消費した肉のグラム数に応じ、来店ごとに指定のドリンクが無料となる、来店特典。誕生月に指定のステーキが無料となるバースデー特典や、クーポン券までもらえるんだ。特典が満載だな。いきなりステーキよく行く人なら、ぜひ作っておきたいな。肉マイレージカードの発行手数料は100円だから、作らないと逆に損だね。それと、肉マイレージには年会費無料で使えるプリペイド機能がついて、チャージしておけば財布がなくても、ステーキが食べられる、夢のようなカードなんだ。ポイントカードにプリペイド機能もつけちゃったのか。そうだね、それとチャージの金額によって、ボーナス付与の特典があって、キャンペーンによって、付与率が3倍になることもあるし、さらにお得なのが、2と、9がつく日、通称肉の日。最大で、5倍のチャージボーナスが、付与されることもあるんだ。すごい太っ腹だな。そうだね、ここまでお得だとリピートしたくなるよね。そういえば、いきなりステーキの原価率がものすごく高いって聞いたけど、あれって、どういう仕組みになってるんだ？確かにいきなりステーキの原価率は、60% から 70% って言われてるね。一般的な飲食店における原価は、25% から 30% 程度でいきなりステーキに比べると、はるかに低いと思われがちだけど、このくらいのコストに抑えておかないと、人件費や店舗の原価償却費など、隠し経費を捻出できなくなるんだ。
じゃあ、なんでいきなりステーキだけあれだけ原価率が高いんだ？それは、来店者数の多さだよ。来店者数の多さ？そう、店舗の客が何回入れ替わるのかを示す回転率だよ。原価が高いと店の儲けが少なくなってしまうけど、それを回転率でカバーするんだ。回転率を高めて、大勢の顧客を呼び込めれば、1食あたりの利益は少なくても、最終的な利益総額は大きくなるんだ。圧倒的な安さで、多くの客を確保するとともに、立ち食い形式にすることで、客の滞在時間を短くして、より多くの客をさばいてたのよ。なるほど、そのために立ち食い形式にしたのか。そうね、これによって、原価率が高くても、一定以上の利益を確保することができたんだ。そして2017年2月には、鳴り物入りでニューヨークに進出したんだ。おお、世界進出か。一ノ瀬社長は、全米1000店舗、展開を目指すと、高らかに宣言していたんだ。アメリカでも成功すると確信してたんだな。ニューヨークにオープンした、4号店の開店イベントには、ニューヨークヤンキースなどで活躍した、松井秀喜も、駆けつけたんだ。これは心強い味方だな。松井の背番号は、55で、55、ということだったらしい。ここに来てダジャレか。ただ、このダジャレも虚しく、アメリカでは不発に終わるんだ。え、ダジャレも、いきなりステーキも不発に終わったのか？アメリカのステーキの値段より、いきなりステーキは半額以下だけど、その安さは武器にならなかったんだ。半額以下なのに、どうしてダメだったんだ？ニューヨーカーの低所得者は、ステーキが高くてなかなか手を出さないし、お金持ちはそもそも、高級レストランで食べる。中間層だって、自分たちのステーキ文化への、こだわりがあるし、米国人は、立ってナイフとフォークを使うことを嫌がるんだ。なるほど、日本で通用した戦略が裏目に出たのか。うん、日本で流行ったからということだけで、立ち食いを始めても客を呼び込めるわけがないんだ。なるほど、何か対策はしたのか？慌ててテーブル席に切り替えたんだけど、おしゃれな店舗でもないし、ビジネスランチには向かず、若者がデートで使うこともなかったんだ。悲しいな。一時は11店舗まで拡大したんだけど、消費者をつかみきれず店舗を次々と閉鎖し、赤字を垂れ流したんだ。世界の壁は、ステーキと同じで扱ったんだな。いきなりステーキの、ニューヨーク上陸は、悲惨な結果に終わったね。店舗数を増やすことで、売り上げを確保する戦略を取ってきたが、飽和状態になって、以降右肩下がりで、売り上げが減ったんだ。ここから失速していくのか。そうなんだ、そして一ノ瀬社長が、あるメッセージを、店頭に貼って、物議を醸したんだ。え？経営難でパニックになり、ダジャレを店頭に貼ったのか？とりあえずこれを見てほしいんだ。なんだ、呪いの言葉か？これは一ノ瀬社長が直筆で書いた貼り紙なんだけど、客足が減っていることと、閉店に追い込まれる危機感が、書かれていたんだ。経営がいかに苦しいのかが伝わってくるな。44店舗の閉店を発表するなど、ネガティブなことが続いたから、つい書いてしまったのかな。にしても、わざわざ店頭に貼らなくてもいい気がするけどな。この貼り紙がネットで物議を醸し、いきなりステーキならぬ、いきなり不景気って、言われたんだ。さすがにそれは草。さらにこのような貼り紙もされたんだ。客から肉が硬いって言われたのか。そうなんだ、それと、悪い口コミが店を台無しにする、って書いたのが、また物議を醸し、さっさと潰れろ、といったような批判が上がったんだ。社長の気持ちと裏腹に、世間は厳しいな。店側に非はない、と受け取れる書き方がまずかったね。この張り紙について、一ノ瀬社長は、そんなに困っているのかと思われたくないですよね。でも、それをあえてやったんですよね。ここが正念場だと思っていますので、あと一回来ていただけたらと、言ってたんだ。自らの不本意さを明かした上で、自らの行動を自画自賛していたんだ。本当に正念場だと思ってるなら、もっと低姿勢になると思うけどな。おそらく、社長のプライドがあったのかもね。そしてこの文章が店頭に貼ってあるということは、店員も嫌でも見ることになるから。来店客が増えなければ閉店する、という話だけではなく、各店舗で働く店員たちの、モチベーションを下げる形にもなるよね。そうだな、危機感を煽られるよな。その後、いくつか不祥事が起き、さらにイメージが悪くなっていったんだ。不祥事？何が起こったんだ？
都内の一部店舗にて、月100時間を超える、外国人の不法就労をしていたことが発覚したんだ。完全にブラックだな。全面的に事実を認めた上で、該当店舗を運営していたオーナーとの業務委託契約を解除し、再発防止に努めるとのことだったんだ。2007年の5月には、一部店舗の店長と店員2名が女性客を拉致、暴行する事件も起こしている。ありえないな。その他にも食中毒や、広告宣伝者の死亡事故など不祥事を起こしてるんだ。もう呪われてるんじゃないか？そして、今年の7月にペッパーランチ業態、計114店を閉店すると発表したんだ。114店？なんでそんなに？まずは、相次ぐ値上げが客離れを引き起こしたことだね。決定的だったのは、仕入れが困難という理由で、たびたび値上げをしてたんだ。はかり売りといっても、大して安くないといった声が上がっていた上、国産牛サーロインステーキと、国産牛リブロースステーキを、1g あたり1円値上げして、11円とした。実に値上げ率は、10% なんだ。それは上げすぎだな。公式サイトの全店共通のメニューによると、一番上に表示されているのがリブロースステーキ。量り売り価格は、1g あたり 6.9 円で、昨年7月以前と比べると、0.4 円高くなった。たった 0.4 円って思えるけど、そんなに変わるのか？このメニュー表にも表記されてるけど、300g、定量カットの場合、300×6.9円、イコール、2070円で、400g だと、400×6.9円、イコール、2760円、となるんだ。ステーキ1枚が2000円超えって高すぎだな。そうだね、ファミリー層も利用する店で1人当たりの値段のことを、考えるとこれを安いと思える消費者は、どれくらいいるかって話だよね。しかもこれが、税抜きってとこがさらにエグいんだ。うん、じゃあ他のステーキ屋に行くか、違う店に行くってなるな。この相次ぐ値上げで、値頃感を失い、これが客離れを引き起こした最大の原因なんだ。他にも郊外に大量出店して、失敗したこと、現在も猛威を振るっている、ボウイルスの影響もあって、大量閉店に至ったわけなんだ。いろいろなことが同時に重なって、最悪の結果を生んでしまったな。ペッパーランチ事件が、凶悪すぎて未だに店に行けないって、人がいるくらい。あの事件の影響がでかいのもあるね。大量閉店と同時に、希望退職者も200名募集したんだ。そりゃあ、こうなるよな。さらにペッパーランチ事業を、85億円で投資ファンドに売却することも発表したんだ。これにより、いきなりステーキ事業に集中して、さらなる収益拡大を図っていく狙いなんだ。なるほど、一ノ瀬社長はまだ、諦めていないんだな。この先の戦いは厳しいと思うけど、社長には自分本位のサービスではなく、お客目線で、何か新しく、他の店と差別化できるようなサービスを展開してほしいね。そうだな、消費者がいきなりステーキ行きたいって思えるような店になってほしいぜ。はい、ということで今回はいきなりステーキについて解説しました。このチャンネルでは、様々な物事の解説ネタの動画を、配信していきますので、もし、この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。See you!